の大技猫の体重、メインくん、くーちゃんの場合。我が家のデカ猫、メインくんのくーちゃん。10月で3歳になりました。順調に育ってきたくーちゃんですが、今日はどれぐらい大きくなったか、体重測定。2歳の誕生日の頃は9キロ弱。そこから1年。増えているのかどうなのか。重すぎる。ふらふらする。ふわってする。重すぎてフラフラする少年。結果は 9.44 キロ。増えてるね。2歳の頃、かかりつけの獣医さんからは、これ以上は大きくならないかもね、あとは太るだけかもね、なんて言われていたので、この増えた分はお腹の脂肪なのか。 3,4 年かけて大きくなると言われているメインくん。純血種の中では最大級と言われる病種で、大きいものでは20キロ以上。20キロだったら少年と同じくらいだよ。体調もこの通り、測ろうと思っても正確に測れないのですが、2歳3ヶ月の時の測定がこちら。今回も体調の測定にチャレンジしようと思いましたが、お昼寝を邪魔されたのが気に入らなかったのか、この通り。噛みちぎられるだもん。そんなことはしないよね。猫の計測方法は、体長は胸からお尻まで、体高は地面から肩まで。まずはくーちゃんの胸のところから。どうしても動いちゃってダメだね。こんなんじゃ正確に測れないよ。しかも毛が多すぎて骨格がわからない。お、いいぞ、おとなしくなったぞ。寝てる寝てる、今のうち。お尻のここ、50センチ以上ありそうだよ。52 53 54、何センチだっていいじゃない。くーちゃんが我が家に来たのは生後3ヶ月の時。こんなにちっちゃかったんだね。赤ちゃんの頃は警戒して近寄ってこなかったけど、今はこんなに仲良しになった。少年も遠慮がちなくーちゃんに寄り添いながら、少しずつ距離を縮めていった。一緒にいる時間が増えれば増えるほど大好きになっていく。猫の3歳といえば、人間でいう28歳、性病として落ち着きが出てくる頃。くーちゃんはもともと落ち着きがあったのですが、それに加えて愛情表現が豊かになってきました。よく泣いて会話をするようになったり、家族にすり寄ってきたり、少年を受け入れるようになったり、まだまだ知らない一面がありそうで、これからのくーちゃんの成長が楽しみです。くーちゃんもふもふ、大きくなったね。チャンネル登録よろしくね。